はい、そんな中ですね、ケンシロウはサウザーに敗北しました。ね。そんな中、こう、ね、ケンシロウはこう、サウザーの居城と言いましょうか、そういったところに連れてこられて、死んではいないんですね。聖帝軍の、まあ、人間がですね、なぜ、聖帝様はこの男にとどめを刺さなかったのかと。それは、どういうことかというと、はどういうことですか？ケンシロウの人柱として、ね、聖帝十字領に、生きたまま、そうなんですね。要するに、聖帝十字路に、死んだ人間では人中にならぬというようなこと。この聖帝十字路の人中としてね、北斗神拳伝承者を人柱として、南斗聖拳聖帝十字路は、最後にこの光り輝く、それで完成するというようなこと。このケンシロウを生きたまま人中にしたいというようなことなんですね、聖帝十字路の。はい。で、まあ、その中、聖帝十字路にね、最後の魂を入れる音が見つかったというような形で、こう、完成を、聖帝十字路を急いでます。これはまだ今作ってる途中ってことなんですね、聖帝十字路を。その中、シーンは変わりまして、サウザーの食事シーンになります。はい。なんとテーブルには、こう、豪華なね、こんな時代に、豪華な、こう、食事。そして、子供たちが、まあ、召使いのように、こう、周りを囲んでる。その中ね、もう子供たちはお腹減ってますよ。ね。あんなね、お腹減ってんのにこんな、豪勢な料理を一人で食うんかいなというような形でですね、子供たちは羨ましそうに言ってます。その中、なんとサウザーはね、ちょっと食べて、今日のは口に合わないという形で、このテーブルをバコンと蹴ってひっくり返します。もったいない。もったいない。料理は全部下にこぼれます。そんな中、子供はね、もうお腹へくつかってます。ちらっと横目で見て大丈夫かな、大丈夫かなって形で、ちょっとこぼれた食事を手に取ろうとする中、その手をね、こう、聖帝軍の人間がですね、聖帝様の料理に手をつけるとは恐れ多いという形で子供を蹴飛ばすというね、むちゃくちゃです。はい。はい。で、そういった様をサウザーは見ながらね、ね、そしてね、良いか貴様らと、飢えても帝王は飢えぬと、貴様らが死んでも帝王は死なぬ、もう帝王主義という形でこの聖帝軍というのは形成されているということなんですね。余ってるからつって食ってもいいということではないということですね。それが選ばれた王の権勢というものなのだというようなことをね、言ってね。で、その中、こう一人のね、子供の中にこう頭巾をかぶった人間がね、ちょっとこう、蹴られた子供をこう囲うような形でね、解放するようなね、シーンがあります。はい。で、その中、ね、ケンシロウを捕まえている居城と言いましょうか。そういったところにね、なんかこう音がしますね。誰だとこの場所は立ち入り禁止だっていうような形。そうなんですね。こうレジスタンスのメンバーが、ここに来ました。で、こう、囚われているケンシロウの横にですね、先ほど、いた、そのちょっと、まあ、頭巾をかぶった、まあ、少年と言いましょうかね。そういった、子が来ます。はい。で、こう、捉えられてるケンシロウのですね、鎖を外して、で、ケンシロウは、そこで、ちょっと、気を、あれなのかな、ちょっと、目覚めるのかな、で、こう、お前は、という形でね、そのケンシロウに対して、この少年と言いましょうか、青年と言いましょうか、頭巾を、こうね、めぐってね、助けに来ましたと。で、私の名は、シバ。このシバというのは、シュウの息子。そうなんですね。なんと、六聖拳の一人息子。衆の一人息子であると。衆の息子が助けに来たんですね、ケンシロウを。囚われてるケンシロウを。で、こう、大きいケンシロウをですね、この小柄な、子供、シバはね、こう抱えながらね、なんとかこう、この聖帝十字路からね、離れたとこ、自分たちのね、アジトへこう、帰ろうとします。で、ケンシロウはね、なぜだと、ね、なぜ俺をと。で、この、シバはですね、私は父からずっと聞かされていましたと。聖帝サウザーを倒せるのはこの世で一人、ただ一人、ケンシロウという男であると。そういったこういうようなことをケンシロウに言って、でも傷ついた俺と一緒では奴らから逃げ切れるぞというようなことを言うんですけれども、でもあなたが助かるのであれば後悔はしませんと、言います。私も父と同じくあなたを信じますというようなところですね。ありがとうございました。グッドボタン。